おはよう、みんな。おはよう、たくまくん。ご飯ちょうどできたところよ。はよう、たくま。寝れたか？まあまあ眠れたよ。でも、なんか変な感じだな。急いでカイトを追いかけなきゃって時に、一旦休むってさ。焦る気持ちは痛いほどわかる。だが、休息は絶対に必要だった。一度戦って勝てなかった相手に、ボロボロのまま再戦を挑んで勝てるはずもない。それに、ジジモンたちにも経緯の説明はしておかないといけなかった。心遣いに深く感謝する。事情はしっかり聞かせてもらったよ。わしらのことは心配ない。住処が城からここに変わっただけじゃ。わしはおてんば姫が来る前と同じく小さく弱き者たちを守っていく、それだけじゃ。ジジモンさん、最初はとんでもないおてんば姫が現れたものだと思っていたが、今ではわしはおてんば姫、いや我らが女王のことを誇りに思うよ。それだけに女王の兄を救ってやってほしいと心から願っておる。はい、絶対に助けます。そうね、諦めなければきっと活路は開けるはずよ。さてと、じゃあ話も一区切りついたし、ご飯食べちゃいましょうか。あれ、なんかこのご飯すごく豪勢じゃない？張り切ってごちそうを作ったの。ほら、ここでの食事はきっと最後になるから。いつまで備蓄が持つとかもう心配しなくていいんだよな。それなら思いっきり食べてやる。いただきます。召し上がれ。はい、たくまくんもどうぞ。ありがとう。でもなんだかすごく山盛りじゃない？どんな戦いになるかわからないんだから、食べておかないと持たないわよ。そうだぜ、腹が減ってるからって手加減してくれるような相手かよ。にしてもさ、葵さんの料理の腕にはお世話になりっぱなしだよな。ほんと、葵ちゃんが料理上手でよかった。ご飯の時間ずっと楽しみだったもん。もう今さら何よ、褒めたって何も出てこないからね。おかわりくらいは出てくるんじゃねえの？最後だからってどれだけ食べる気よ。よし、いただきます。うん、おいしい。あら、たくまくんもおかわり目当てのお世辞？違うよ、本当に美味しいんだって。冗談よ、ありがとう。おっと、たくま、残念だけどおかわりは譲らないぜ。そんなに食べたいならちゃんと譲るって。安心してよ、たくま、優しい。大丈夫よ、多めに作っちゃったから。たくまくんの分のおかわりもあるわ。作っちゃったって？材料はね、少し数え間違えちゃったの。カイトは今頃何をしてるんだろう。俺たちみたいにのんきに飯を食ってるってことはないんだろうな。あいつはこの世界を滅ぼそうとしているんだよね。でもさ、
カイトのやつが主を倒してくれたら俺たち楽できるじゃん。いや、彼が主と敵対しても我々の味方であるとは限らない。仮に主が倒された後、この世界がどうなるかは誰にもわからない。同時に現実世界がどんな影響が起こるのかも予測不能だ。それにカイトはミユキも標的にするって言っていた。考えたくもないことだが、もしミユキがいなくなったら元の世界へ戻る手段がなくなる。僕たちはこの世界から出られなくなる。全てを破壊するつもりなんじゃろう。せめて小さき者たちだけでも守ってやりたいが。やっぱりそううまくいかねえか。ったく、何考えてるんだよカイトのやつ。私は少しだけわかるよカイトの気持ち。一番大事なものが奪われたらきっとすごく苦しくて悔しいよね。ミウちゃんがいなくても続いていく世界なんて許せないって思っちゃうだろうな。だからって世界を壊させるわけにはいかねえよ。だから俺たちがミウの代わりに手間のかかる兄貴を止めてやるんだろ。まあそういうこと。ミウちゃんの分まで私たちが頑張るってわけ。そのためにも今はしっかり食べなくちゃだね。葵さん、おかわりお願いします。ちょっと、私の分も残しておいてよね。こういうのは早い者勝ちって給食の時に学ばなかったのかよ。知らないの？早食いって太るんだよ。知らねえよ。葵さん、俺もおかわり。もうゆっくり食べないと喉に詰まっちゃうよ。ごちそうさま。結局ミノル一人でほとんど食べちゃってさ。いいだろう別に。ごちそうさま、葵さん。今日までありがとう。そんな言い方しないで。ここでの食事は最後でも、私たちが一緒に食事をするのは最後じゃない。そう信じて進みましょう。うん、そうだね。
チケラの皆さん。ヤタガラモン、すべては整った。立つ、来い。何より大切なものを守るために。咲夜門、力は満ちました。俺に任せておけ。なあカイト、違うだろ。お前の本当の望みはこんなんじゃないだろ。知ったような口を聞くな。てめえに何がわかるんだ。お前のこと確かにわかんねえことも多いけど、少しくらいならわかってる。お前は不器用でさ、でも筋の通らないことはやらねえやつだっただろ。見知らぬたくさんの人まで不幸にしたいなんて、
そんな風に考えるやつじゃなかったの。その結果ミュウは死んだ。俺は間違ってたんだよ。初めからこうしてればよかったんだ。カイト、動くべきか。続けていかせてもオーガフレーム。俺に任せておけ。やったよ、タクマ。うん、僕たちの勝ちだ。なんでだ、ボルトバウタモンがドラクモンを差し出してまで得た力が。カイト、俺はただミュウを守れる力が欲しかったんだ。それだけなのに、どうしてこんなことに。やったことは変えられない。過ぎたことは取り返せない。でも僕たちは生きてる。世界もまだ壊されてなんかない。大丈夫だよカイト。カイトはもう一度前に進むことだってできるはず。もう一度。本当にミュウちゃんのためを思うなら、ミュウちゃんの残したものを守りましょうよ。遊園地のみんなやジジモンさん、ミュウちゃんが守ろうとしていた子たちを。そうか、そうだった。ミュウはあいつらを助けようとしてた。ミュウはちゃんと望みを行動で示してたんだ。俺はそれすら滅ぼそうと、一番近くでミュウを見ていたはずなのに、俺はミュウの望みすらわからなくなってたのか。感情に振り回されて周りが見えなくなるなんてみんなにあることでしょ。私たちだってやったもんねえミノル。け、いや、まあやったけどさ、それここで蒸し返すか。そうだ、ミノルが俺たちへの恐怖でわめき散らした時だってみんなはミノルを見捨てなかった。カイトもまた同じだ。サキだって私を見て悲鳴を上げたのに今はすっかり仲良しだし。そういうこと。カイトは仲間だよ。だから自分から一人にならないでよ。だが俺は世界すらも滅ぼそうとしたんだぞ。次にまた同じことをしたら僕たちが殴って止めるよ。そんな、なんでそんな風に言うんだよ。仲間、こ
こんな道を外れた俺が。うん、カイトは僕たちの仲間なんだ。俺はやり直してもいいのか。もちろんだよ。その力を今度は守るために使うんだ。守るために。さあ行こう。次は主をどうにかして元の世界へ戻らなきゃ。ふん。どうしたボルトバウタモン。やり直すだの、前に進むだの、甘いんですよ。てめえ突然何を言って。待ってカイト。あいつ今までと全然違うわ。空気が変わった。気づいたか。だが少し遅かったようだな。はっ。うわ、隙あり。レナモン。私はいい。ミユキが。やめろ、ボルトバウタモン。俺はそんなこと指示してねえぞ。おや、世界を破壊しろと命じたのはあなたではありませんか、カイト。その命令はもういい。だからミユキを離せ。違う、ダメよ。そいつはさっきまでのボルトバウタモンじゃない。さっきまでそいつにあったドラクモンに似た空気、それが今完全に消え失せている。なんだって。じゃあまさか今喋ってるてめえは。今さら気がついたのですか、カイト。あなたの復讐の意志、破壊願望、融合に用いられたその感情が尽きた時、ボルト・バウタモンとあなたの絆のつながりは消え、融合したもう一人、この私、ピエモンの意志が復活する。まさかてめえ最初からそれを狙って。私としてはあなたが二つの世界を滅ぼしてくれさえすればそれでもよかったんですがね。結局あなたには世界を滅ぼすほどの器はなかった。残念です、実に残念です。だがあなたが融合の際に抱いた感情、全てを焦がす復讐の炎はまだ私の中に生きている。私があなたになり代わり、主と二つの世界を滅ぼして差し上げましょう。そのためにミユキを利用するつもりかね。やめろ。ミユキを主から切り離したのはお前だろ。なぜわざわざミユキを再び危険にさらす必要がある。それはもちろん、主ではなく私がこの娘を取り込み力を得るためですよ。そんな、やめ。あなたは確かこの娘と運命の絆で結ばれていましたね。つまりこの娘を私が取り込み消してしまえば、あなたも消え去ることになる。待て、やめろ。私のことなどどうでもいい。頼むからミユキを離してくれ。ああ、なんて悲劇だ、かわいそうに。
せめてもの手向けとしてさっさと消してあげましょう。レナ、ポポ、ミユキ！な、く、背後に回り込んでいたとは。あなたもか、カイト。たとえ意識が消えたとしても、てめえの半分はドラキモンだろう。あいつをこれ以上、俺の選んだ間違いに付き合わせてたまるか。さあ、ミユキ、私たちが抑えているうちに、君は逃げ…ふん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 、あとんだ茶番もあったものです。何？これは体がボルト・バウタモンに吸い込まれていく。教授、カイト！愚かな。巫女と私と融合し、世界の終わりを見るがいい。カイト君！ダメよ、アオイ！あなたまでボルト・バウタモンに吸い込まれる！そんなこと言ったって、カイト君が来るんじゃねえ！タクマ、みんな悪い。あと頼む。仲間っての案外悪くなかったぜ。が、みゆきちゃんが三人とも取り込まれてしまったってことは、まさか。デナモンの変身が解けた。それに、この苦しみを…みゆき…みゆき…ああ…守れなかった…消えたってことは、つまりみゆきはもう…みゆきちゃんだけじゃない。同じように取り込まれた教授やカイトもこの世からいなくなってしまった。そんなことって…あははははははは。これで究極の力と巫女の力、すべてが我がものとなった。さあ、主よ、今すぐあなたのところへ参ります。この身にくすぶる世界への恨みを糧に、何にもなせない無力なあなたを私が下してやりましょう。言ってしまった。俺たちのことなんかどうでもいいって感じだったな。ボルト・バウタモンを追いかけよう。正気か、タクマ。正気だよ。だってこのままじゃいられない。
ボルト・バウタモンが主に戦いを挑んで、たとえどっちが勝ったとしても、私たちの世界めちゃくちゃにされちゃうかもしれないんだよね。だから怖くても悲しくても立たなきゃダメだ。そうよ、世界を助けなきゃ。カイト君も教授もハル君もミユキちゃんももういない。だからこそ私たちにしか二つの世界を救うことはできないの。もし勝ったとしても僕たちの世界には帰れないかもしれない。ミユキちゃんがいなくなってしまったから。それにあいつを倒してもその次にはきっと主との戦いが待ってる。正直厳しい戦いになると思う。また誰かを失う可能性だってある。でも何もしなければ僕たちは生きる世界を失ってしまう。だから僕は行くよ。みんなはどうする？俺も行く。ミノル、もう逃げられないんだったらやるしかねえからな。全力でやってやる。私も行くわ。私も戦う。私もだって私行きたいし、それにここにいるみんなにも元の世界の人にももうこんな辛い思いさせたくないもん。ええ、そうよ。サキ、とにかく前に進まなきゃ。行くと決めたなら共に行こう。ミノルの行く道は俺が守る。私が葵の助けになるわ。だからみんなで世界を救いましょう。もちろん僕も行くよ。最後までタクマと一緒だ。アグモン、一緒に来てほしい。僕たちは運命で結ばれた大事なパートナーだからさ。パートナー、うん。世界の命運は僕たちにかかってる。行こう、ボルト・バウタモンを追いかけるんだ。なかなか雰囲気が出てきたな。いかにもって感じだよね。ちょっと怖いね。怖いとか言うなよ。釣られて怖くなるだろ。そんなにか。だってほら、壁見てみろよ。壁の模様が人の顔に見えてきててさ。バカバカバカ、変なこと言わないでよ。余計怖くなるじゃない。前を見て進みましょう。不安になってくるもの。ええ、そして、あれ葵さん、なんか声遠くない？あ、やだ、みんなどこに？みんなどうし、立ってるのか座ってるのか分かんねえ。
気を抜くなよ、ミノル。こんな場所ではどこに敵が潜んでいるかわからん。そうよ、注意して。先急にその辺から敵が出てきてもおかしくないわ。怖いこと言わないでよ。ここどこ？主はボルトバータモンは？あ、見て、あそこで戦ってるの。ボルトバータモンと、あれは主？裏切り者が我に手が届くと思うたか。なかなか強い。さすがはこの世界の主。ウヌに安寧を授けよ。我が糧となれ。いいでしょう。私を取り込めるものなら取り込んでごらんなさい。あいつ自分から主に食われに行った。我取り戻したり。巫女の力、豊富な知識、すべてが我が体内にあり。なんか主が元気になってる。ボルトバウタモンごとミユキの力を取り戻したのかもしれない。じゃああいつは今世界の扉を開く力を手に入れたってことか。まずいわ、みんな今すぐに主を倒さなきゃ。うん、ボルトバウタモンとの戦いで主が消耗しているうちに主を止めよう。二つの世界を救うんだ。我は世界の断り。ケルベロモン、これならば。
さず糧となれ。どう動くべきか。俺に任せておけ。私が動こう。さず糧となれ。すべてを無に消す。どう動くべきか。これでどうだ。これはやったの。でもなんか変だよ。初めてボルト・バウタモンを見た瞬間と同じ感覚だ。うん、私たちも感じる。まるで主の内側から邪悪な心が膨れ上がってくるような。まさかボルト・バウタモンが内側から主を乗っ取り返そうとしてるのか。ご名答。ついに、ついに手に入れた。ああ、よかった。巫女を取り込んでいたおかげで、内側から主の意識に直接接触し、肉体を奪い返すことができたのですから。なんでそこまで危ないことすんの。下手したらあんた食われて終わりだったじゃない。決まっているでしょう。復讐ですよ。それってカイト君があなたの中に残していった気持ち。そうでもあり違うとも言えます。私の中には二つの復讐心がある。カイトの世界に対する復讐心、そして私の主に対する復讐心ですよ。ボルト・バウタモン、いや、ピエモンが
主を憎んでたってことか。主の言いなりになって全てをお膳立てした。そうすれば世界が救われると、そう騙されていた。しかし主は我々のことなど使い捨ての手駒としか思っていなかった。いや、手駒だとすら思っていなかった。神の慈愛などそこにはなかった。主は世界の神ではない。強大な憎悪とそれを原動力としてひたすらうごめく大いなる力の塊。理想も思想も何にもない、ただの生命維持のからくり。この世界の住人はそんなものを崇めていたなんて、なんて滑稽。何それ、どういうこと、生命維持って。よた話が過ぎましたかね。まあいいではありませんか。もう主はいない。私の中で怨念を渦巻かせているだけ、それだけの存在となり果てたのですから。そうそう、私の中といえば、今私は生贄になった者たちを主ごと私の中に取り込んでいるんですよ。多くの生贄となった者たちの意識も渦巻いています。何千何万、もちろんあなたたちの仲間も。そんな、カイト君、ミュウちゃん、寮にシュウジさんも、主の中に、今はお前の中にいるってのかよ。ええ、くだらない、そしておぞましい思考が永遠にぐるぐる回っています。助けて、生きたい、苦しい。自分のことばかりとても浅ましくくすぶり続ける。今に世界ごとイクマンの意識も消し去ってあげますよ。世界ごと消し去るだって、どうするつもりだ。巫女の力を使ってこうするんですよ。が作り出したものと同じ、二つの世界をつなぐ扉だ。じゃあ、あれが俺たちの世界につながってる。おやおや、帰りたければ扉を通って帰ってもいいんですよ。どこにいようと、もうじきこの世界とあなたたち人間の世界は消えるのですから。そんなこと絶対にさせない。なぜです？それがカイトの願いだというのに。自分たちの欲望のため他者を平気で踏みにじる世界、他人の犠牲の上で成り立っている事実から目を背ける世界、妹が犠牲になり続ける世界、彼はそんなもの壊してしまいたかったのです。違う、カイトの怒りは私の中で生きています。全てを破壊し尽くしましょう。それが私のうちに渦巻くカイトの意志。違う、カイトはもうそんなこと望んでいなかった。そうだよ、そもそもカイトは最初から誰かを傷つけたくて傷つけてたんじゃないし、
優しいし仲間思いだし、曲がったことなんか大嫌いなんだから。あいつはミユのために復讐しなきゃってそう思い込んでたから破壊を望んだだけだ。だから俺たちの言葉を聞いて自分の間違いに気づいてくれたんだよ。ええ、勘違いや暴走もあったけど、カイト君はただただミユちゃんを守りたかっただけ。守れなかった後悔から逃れるために復讐に走ってしまっただけなのよ。ミユのいない世界を壊してしまいたい。それは確かにカイトの心の一部だったのかもしれない。でもそれでも僕たちは信じてる。カイトのその怒りはもう消えたんだって。カイトは自分の間違いを理解して前に進もうとしてたんだって。カイトとの絆が切れた時点でお前の中の怒りはもうカイトのものじゃない。お前はカイトの後悔を自分の都合のいいように利用しているだけだ。興味深い話ですが意味はありませんよ。もう話はおしまいです。私の意思を否定するのであれば、あなたたちの意思を突き通そうとするならば、あなたたちの存在をかけて私を止めてごらんなさい。少し遊んで差し上げましょう。優しく神の一手とは。どう動くべきか。任せておけ。手助け。
けが必要なようだな。未覚の神、こんなものですか。ではそろそろ幕引きとしましょう。なんだ、ボルトバウタモンのやつ、大場所でも隠してたのか。まずい、みんな避けて。避ける場所などあるものですか。これが世界を壊す者の力です。さあ全員まとめて決死闘武がいい。何が起きたの。歌が聞こえる。あなたたち、なぜこんな力がどこに。中で暴れるな。早く力となれ。ねえタクマ、これってもしかして。体の中から誰かがボルトバウタモンを抑えてくれてる。カイト君、ミユちゃん、寮に、シュウジさん、教授、ミユキ。やめろ。タクマ、今だ、やっちまおうぜ。行こう、すべてを終わらせるんだ。私が動く。動くべきか。はじめから勝敗は決まっていた。
ありえない、ありえない。私が負ける、負ける、嘘だ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 。現実を見やがれ、今のボロボロになったお前自身をな。僕たちの勝ちだ。全て元通りになるのか。タクマ、急ごう。え、急ぐって何すっとぼけてんの。扉が開いている今のうちなら元の世界に帰れるじゃない。扉が閉じちゃったら本当に元の世界に戻れなくなっちゃうかもしれないよ。あ、そうか、それなら急がないと。閉じるどころかどんどん大きくなっていくわ。ねえ、それだけじゃない、扉が固定化されていってる。固定化って何？しっかりしたっていうか、ちょっとやそっとじゃ閉まらなそうっていうか、うまく説明できないけど、2つの世界がつながりっぱなしになりそうに、そう、くっついて融合しちゃいそうに見えるのよ。融合？ああ、俺もフローラモンと同じように感じる。あの扉はもう一時的なものではない。これってやべえんじゃねえのか？なあおい、どうなってるんだよ。このまま扉が開いたままなら、この世界と僕たちの世界がつながる。つながって？そんでどうなるんだ？世界の行き来が自由になる。誰でもどちらの世界にも行けてしまう。うん、多分そうだ。だから僕たちの世界にアグモンたちのような獣神が現れるようになるってわけ？滑稽な。お前まだ生きてやがったのか。ここに来る途中、あなたたちも見たでしょう、壁画の数々を。元は一つだった二つの世界を表す図、古の時代に分かたれた二つの世界。そしてこちらの世界はいわば人間が捨てた本能の世界。本能の世界？どういうことだ？捨てられた世界、滅びゆく世界、片側だけ人知れず死んでいく世界。そんなものは許さない。扉は開いた。復讐は、怒りは、私だけの感情ではない。多くの同胞が世界を壊す。せいぜい絶望にあがきなさい。ボルト・バウタモン、今の話本
本当だったらどうしよう。ポルトバウタモンの同胞が来るってさ。きっと恨みを持った獣神が僕たちの世界にやってくるって話だ。そんなのやばいじゃん。ねえ、どうにかならないの？くそ、結局ボルトバウタモンのやり逃げかよ。私たち一体どうすれば。なあ、どうなるんだよ俺たちの世界は。この世界は。なあダークマ。僕だってわからないよ。でも普通に考えれば、これからきっと両方の世界が大混乱になるんじゃないかな。私たちだってラブラモンたちと出会った時驚いたもの。敵対してくる獣で溢れたら世界はパニックに。ううん、パニックなんてものじゃ済まないわ。下手をしたら世界は全然別の姿に変わってしまうかも。でもそんなのどうしたらいいの。みんながみんな獣神たちとすぐに打ち解けられるわけじゃ。待って葵さん。な、何？僕たちはもうアグモンたちを怖がったりしないよね。それは一緒に過ごしているうちにアグモンたちがどんな存在か知ることができたからで、怖がるべき相手とそうじゃない相手を理解することができるようになったからだ。それってつまり。みんな帰ろう、僕たちの世界に。はあ、どういうことだよ。何かいい方法思いついたな。うん、だって僕たちはよく知っているじゃないか、こっちの世界のことを、アグモンたちのことを。これから混乱する世界を救えるのはアグモンたちを知ってる僕たちしかいない。僕たちがアグモンたちについて元の世界の人たちに教えていくんだ。そんなことが私たちにできるのかしら。もちろん僕たちだけじゃ難しい。でも仲間がいるんだ。アグモン、みんな力を貸してくれる？え、僕たち？うん、一緒に来て手伝ってほしい。僕たちのパートナーとしてさ。それって僕たちも一緒にタクマたちの世界へ行くってこと？そうだよ。みんなの存在がきっと鍵になる。こっちの世界から来る生き物は怖い敵ばかりじゃないってことを教えてほしい。これは責任重大だな。でもこんな状況じゃ他の選択肢なんてないんじゃない？葵の、みんなのために私たちが力になれるのなら。そっか、一緒にいられるんだ。これからもタクマの力になれるんだ。僕、タクマと一緒に行くよ。どこまでだってずっと一緒だ。ありがとう、アグモン。みんなも僕たちの絆で解決しよう。世界に起きる混乱を。こんなりゃ最後までとことん付き合うぜ。俺たちなら何だってできる。うまくいくかはわからないけど、やってみる価値はあるってわけね。ええ、やりましょう。私たちみんなの力で。
僕たちが元の世界に帰った後、世界は大きく変化した。予想通り、僕たちの世界へアグモンたちのような獣神が現れたんだ。人類が彼らについて学ぶ時間もないまま、世界はたくさんの獣神であふれ、多くの国々で大混乱が巻き起こり、世界は彼らによって大きく様変わりしてしまった。そんな中、僕とアグモンのような魂を共有した運命のパートナーとなる獣神と出会う子供が現れ始めた。ただ、全ての人がパートナーに出会えるわけではない。パートナーを持たない人の方がずっと多くて、結果としてパートナーを持った人とそうでない人、両者の間には大きな心の隔たりが生まれてしまった。獣神の強い力は人々に恐れられた。その恐怖はパートナーを持つ人にも向けられたんだ。やがてパートナーを持つ人は多くの偏見やデマ、誤解や差別にさらされることになって、世界の混乱と断絶は広がっていく一方だった。きっとこの世界はこれからもっと混迷を深めていくだろう。その中で僕たちは、この子危なくないの？ええ、もちろんよ。獣神も、その子はあなたのパートナーなの。あなたが優しい心で接すれば、あなたや周囲の人に危害を加えるようなことはしないわ。でも、みんながモンスターは危険だって。そんなモンスターに好かれる私は悪い子だってみんな言うんだもん。大丈夫、悪い子なんてことないわ。パートナーはあなたの心を映す鏡なの。あなたがきちんと自分と向き合えば、この子も正しく力を使えるわ。自分と向き合う？え、自分の本当にやりたいこととちゃんと向き合うの。一人じゃできないかもしれないけど、あなたにはパートナーがいるでしょ。だから大丈夫。自分とパートナーを信じて心を一つにするのよね。うん、やってみる。お疲れ様、葵さん。相変わらずだね。たくまくん、それ褒めてる？うん、一応。大したことはしてないわ。それに大切なのはこれからでしょ。そうだね。この子がどうなるか僕たちは見守らなきゃいけない。新しく見つけたよ。
今から連れてくるから、念のためにミノルとファルコモン借りていい？またかよ、最近多くないか？こう連発されると体が持たないっていうか。ミノルくん、そういうこと言わないの。その子は今までずっと不安だったはずよ。助けられるのは私たちしかいないんだから。葵さん、ミノルもわかってるから、お説教はその辺でね、ミノル。そうそう、冗談だって。休日返上で俺はバリバリ働きます。うわぁ、嘘っぽい。もう、ミノルくんたら。まあいいけど、じゃあお迎えよろしくね。偏見を持つ人たちから危害を加えられる前に。ああ、あ、お前も一緒に行こうぜ、タクマ。そうだね、僕も少し外の空気を吸いたいし。もう、夕飯までには帰ってきてよね。信じてね、あなたは選ばれた子供なんだから。選ばれた子供か。タクマ、早く迎えに行こうぜ。あ、うん、ごめん、すぐ行くよ。